はい、皆様お疲れ様です。チューチューワンです。今日はですね、2022年の12月27日、深夜0時46分となっています。はい、今日はですね、コスモスね、いろんなニュースが、ありますよね。で、まあ、問題点だったり、いい点だったりっていうことで、まあ、結構ね、数多くのニュースが飛び交っておりますということで、今日はですね、その中で、ちょっと気になったことで、皆さんに共有したいことがあったので、お伝えしていこうと思います。はい。ですね、コスモスの、寄稿者で、インフルエンサーのですね、ビリー・レネ・カンプさんっていう方がいるんですけど、その方がね、コスモスのリードポジションを離れて、貴重な洞察を共有したってことで、ツイッターの方でね、上げられてました。はい。そのツイッターの、翻訳っていうことで、今ね、メモの方で見てるんですけども、レネ・カンプさんが述べている内容がね、非常に興味深いものだったので見ていきます。はい。3年前、透明の課題はコスモスを救うっていうことで、あったと。で、ゴーレっていうんですかね、2020年の一環として ICF の取締役会に参加し、インターチェン GMBH というね、新しい子会社内でチームを成長させるよう、依頼されたという話がまずあったと。で、このゴーレ2020はもちろん、コスモスの歴史の中でオールインビッツの、創設者ジェコンさんが、自分自身をイエスと呼び始め、 IBC を出荷する代わりに、ビルゴと呼ばれるメッカを構築することをエンジニアに要求した時期ということで、そういったことがあったと。ね、昔からいろいろ問題がありますよね。ゴーレ2020っていうのは、2020年の、大組織再構築イベントの略ということで、それが、今日までコスモスが、混沌としている理由ですと。はい。で、神もマスターも CEO もいませんと。で、イーサン・ブッフマンさんはですね、その時までにすでに退職しており、正式な、検証とブストでの開発に専念するためにインフォーマルインクを設立したが、依然として ICF の副社長でしたと。コスモスと IBC の将来について心配していたイーサン・ブッフマンさんは、ICF 資金調達プログラムを完了、コスモス IBC、維持、テンダーミントおよび運営するための資金を提供して子会社の設立を支援してくれたということでね。はい。イーサンさんは、心配していたということで、支援をしていたってことですね。それからね、クリストファーさんは IBC を主導し、テスさんはテンダーミントを主導し、デーネカンプさんは適切な ICF を通じて資金調達プログラムを主導し、アンナさんは運営を主導したということで、マーケティングとコミュニティはオールインビッツにとどまり、当時コスモスハブの専任チームはありませんでしたと、当時のことをね、語ってます。で、資金調達チームは次の2年間の大半は ICF の再構築に費やし、コアコスモス技術の開発に資金を提供し調整することに成功したということでね。はい。この辺がちょっとうまくいったと。で、その頃の、メンバーっていうのがですね、ザキマリニアンさん、ジャック・ザンポリンさんね、サニーさんとか、いろんな、最近でも、はい、いろんなこと、いろんな方々いますよね。はい。で、2021年3月に IBC の立ち上げが成功した後、インターチェン GMBH に大きなストレスを与えるいくつかのことが起こったということで、最初のクリスはプライバシーに重点を置いた IBC チェーンであるファンドアノマに、左に移動しますということ。これは非常にエキサイティングですと。その後、コスモスハブにはどうしても注意が必要であり、サービスを提供するために新しいチームを立ち上げる必要があることに気づいたということで、はい。ちょっと内容の方がね、微妙なところもあるんですけど、はい。ちょっとね、新しいチームの立ち上げが必要だということが、その時分かったと。で、オールインビッツとの緊張が高まりということで、オールインビッツといえば、ジェコンさんのね、テンダーミントの親会社ですかね、大きな、親会社になるんですけど、はい。この、緊張が高まり、マーケティングとコミュニティに関する亀裂が大きくなりすぎて無視できなくなったと。で、 ICF のサポートにより、イーサン・ブッフマンさんのインターチェンファンデーションのサポートにより、IG はこれから全てのニーズに対応するために可能な限り迅速に拡張することが決定されたということで、はい、あります。はい。レネ・カンプさんもね、ちょっとオールインビッツに関しては否定的でですね、先週までね、人質を扱っていましたと。最も価値のある2つの資産を管理せずにマーケティングに行うことは想像してみてくださいということで、
はい、まあ言ってますね。はい、2021年の話に戻って、クリストファーがすでにいなくなっていたため、リーダーシップは無駄がなく、全員が複数の仕事をしていたと。テストを失った時、野生は脆弱し、コスモスがこれまで以上に、イーサン・ブフマンさんを必要としていることが明らかになったと。イーサンは、すぐに残りのインフォーマルを説得して、会社の使命をさらにコスモスに焦点を当てるように変更し、インターチェーン GMBH の努力を補うために製品チームの再編成を開始したと。私たちはお互い、姉妹会社と、呼び始め、ワークフローインフォーマルシステムズの手法を採用し、合同会社リトリートを、組織しましたと。コスモスハブのリードに移り、サムハートと、マリアさんにですね、資金調達の、膨大なタスクを任せましたと。インフォーマルはインターチェーンセキュリティに専念するチームに作成し、テンダーミントチームと IBC チームを、企業間で統合し始めたと。これが、昨年の、インターチェーンの状態ですと。これは主権と総合運用性に関するかなり、壮大な実験でしたが、今回はブロックチェーンではなく企業で行われましたと。号令2020以来、エンティティ間の調整のオーバーヘッドは、私たちの悩みの種であり、多くの人が直接的または間接的に経験した多くのイライラする非効率性をもたらしたということでね。はい、まあ、これはもう本当にコスモスの闇というか、問題点ということでね、ずっと引っ張ってきているものですね。まあ、そのため一つの会社として機能しようとしてきた1年を経て、別の方法で統合する方向に舵を切っていますと。で、コスモスハブとテンダーミントコアの両方の製品は非公式システム、インフォーマルシステムズ内で完全に移動しますということで、公式発表は近日公開予定ということで、まあ、ここね、ポイントだと思います。ほとんどの従業員は彼らと一緒に移動しますが、私は彼らの一人になるつもりはありませんということで、今回ね、レネカンプさんは言ってます。これを発表するには非常に長い道のりがあったということで、レネカンプさんはですね、コスモスのコア作業から、サバティカルを取得し、コスモスハブのリーダーとしての地位を離れると。エコシステムの状態は2020年の初めとは大きく異なり、コスモスは成功を収めており、プロジェクトにとって非常に重要な時期にその成功に貢献できたことを誇りに思いますということで、レーネカンプさんは去るということになってます。インターチェーンセキュリティが間もなく開始され、コスモスハブへの情熱がかつてないほど高まっていると。アトムの未来はインフォーマルの統合ハブチームの手に委ねられていると確信していますということでね。はい、レーネカンプさん言われてます。レーネカンプさんについてはですね、旅行に行ってですね、充電して、自分にとって次のステップが何であるかを考えるということでね、はい、一旦ね、去るということになってます。はい、ということでね、このようにですね、ツイートの方でね、レネカンプさんの方が言われているということで、はい、ありました。まあ、ちょっとこの内容を見てですね、非常に思うところがあるというかね、ということでね、こういった、発言がね、レネカンプさんからあったってことで、これはですね、2022年の12月22日にね、ツイートがありましたということになってますね。はい、いろんな問題がある中ですね、ジェコンさんの方も、次のね、策というかね、を、歌っているというか、現在ツイッターの方でも言ってますし、その中で本当に、ジェコンさんついていく人いるのかなっていう感じでですね、自分は思ってるんですけど、やはりいろんな方がですね、やっぱりね、方向性がね、違っているということですね。このメモにもあるようにね、マニアンさんとかジャックさんとかね、サニーさんとかいろんな方いますけども、やはり方向性が違ってきてるなっていう感じはちょっとねありますよね。で、コスモスに関してはですね、今回ね、コスモスの、アトム 2.0 っていうことでね、発表があってですね、それに対してコミュニティはですね、イエスではなくてですね、ちょっと一旦ね、刻んでやっていきましょうよっていうことでね、ちょっと一旦ストップということを、あったわけですね。アトム、コスモスにとっては大きなね、革新的な、提案だったと思うし、マニアンさんもね、通るんじゃないかって言ってましたけど、ギリギリで通らなかったっていうことが、起こりましたよね。はい。ちょっとね、わからないっていう部分はすごいあったと思うんですけど、やはりでも今までなかったその革新的な内容
ですね、一歩踏み込んだ提案だったと思うので、まあ、それに対してはすごい期待を、僕もしていましたし、はい、まあ、今後もね期待しているんですけど、はい、まあ、その辺もですね、まあ、今後ね進んでくると思いますし、まあ、あのインターチェーンセキュリティだけでもねすごいね、期待されているものになっていますので、まあ、その話、まあ、インターチェーンセキュリティに関してもすごい今進んでいるので、はい、まあ、進行状況を見ていてもねすごい期待しておりますということですね。まあ、ただあのアトムを、まあ、今後どうしていくかっていうかに関してはですね、今後またね、まあ、議論の末、また提案がね上がってくると、思いますし、っていうところですね。はい、ですね、あの YouTube の方でもですね、あのトップアルトコインということで、この右の上のね2023年っていうね、まあ、動画があって、これもちょっと確認してたんですけども、あのこのね方ですね、まあ、YouTube でもですねすごいね人気のあるこの暗号通貨界隈のね方になってますが、この方がね非常にね強気の発言をしていたんですね。で、まあ、2023年のトップ5アルトコインということで語られてたんですけど、まあ、その中でやっぱりコスモスの話がすごいね出てきて、コスモス推しということに、ね、なってるんですね。まあ、あのエーダとかもすごい昔からですね言われていてですね、エーダにとってもすごい発言をされていた方なんですけど、最近ですね、ここ最近非常にですねコスモスについて、まあ、そのいろんなねプロジェクトがやっぱり関わってきてるっていうことで、まあ、注目をねしてますと。で自分もね今の、まあ、この先に向けてですねコスモスアトムを持つとステーキングしていくっていうことを言ってました。カルダノについてもエーダについてもですね非常に人気があるんですけど、まあすごいコミュニティが大きくてですね、まあね、まあ、トップ10入りしている、まあ、プロジェクトではあるんですけど、はい、コミュニティの力は非常に強いんですが、エコシステムとしてですね、まあ、大きくなるかどうかっていうところはやっぱり疑問点があるっていうことで、まあ、言ってましたね。はい、まあ、その反面コスモスについては最近すごいプロジェクトが、まあ、いろんなプロジェクトがですね、インターチェーンセキュリティを経てですね、コンシューマーチェーンとして参加してくるっていうことになっていたりとか、まあ、最近ではアトム、コスモス、僕もですね、コスモスへのパラダイムシフトが起こっているってことでね、まあ、動画の方をアップしているんですけど、まあ、その中でも、ポルカドットからね、コスモスチェーンへ移行するっていうこととかですね、まあ、他のプロジェクトもですね、コスモスへっていうことで、最近どんどんですねコスモスでね移動したり、あるいは、ニアがコスモスへってことでねつながってくるとかですね、まあ、そういった動きが非常に多い、まあ、時期になってます。で、2023年以降どうなってくるのかっていうことを考えた時に、インターチェーンセキュリティっていうものがあってですね、まあ、さらに、まあ、それが V2、V3 というふうに進化して、まあ、あるいはメッシュセキュリティとか、まあ、そういったことにもつながってくる。そのメッシュセキュリティ V3 ですね、インターチェーンセキュリティ V3 が、アップデートした後ですね、起こってくる、つながってくるものっていうのも、待っていると、まあ、いうことでありますので、まあ、そういった意味でもね、2023年以降のコスモスへの期待っていうのがですね、まあ、期待せずにはいられないという状況かなっていうふうに僕は思っております。はい、まあ、DYDX だけでもですね非常に大きな取引量なる、まあ、DEX が、コスモスチェーンになってくるっていうこと自体もすごいですし、まあ、インターチェーンセキュリティが稼働したらですね、USDC なんかもですね来るということになっているので、まあ、本当にコスモスが、もう、まあ、注目せざるを得ないんじゃないかっていうところでね非常に期待しております。まあ、今後ね、どうなっていくかは分かりませんけど、非常にね期待されているし、まあ、いろんなプロジェクトが関わってくるっていうことはですね、やっぱりエコシステムの拡大にもつながってくるということになるし、取引なんかもですねいろんなところで、まあ、IBC もありますしね、はい、言ったところで期待が持てるのかなというふうに思ってます。はい、ということでね、まあ、本日は、これぐらいということなんですけど、また、今回以降の動画でもですね、今後の2023年のアトムということで、2023年のコスモスっていうことでお伝えしたい内容もありますので、またね、動画の方をアップしてお伝えしたいと思います。
はい、ということで本日はね以上となってます。コスモスへの、まあ、今までの歴史と、まあ、現状、まあ、それから今後のアトム、コスモスっていうことで、お伝えしました。はい、まあ、少しでもね何か、感じ取っていただけたらと思います。はい、ということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。